パオパオこれはすごい。はい、せーの。はい、せーの。パオー。ありがとう。半年で作ったのね。これですか？うん、半年で。あ、やっぱ半年がかりなんだ。はい、うん、あれは3年かかった。気の遠くなるよ。3年ですか？3年。全部で20年かかって。桃栗。次が壊れるんですよ。桃栗なんとかとか石の上にも何年とか言うけど、そうそうそう、すごいな。これはすごいな。で、あれがね、あの、サッカーボール型、あの、遊具なんですけど、ね、あ、下が入れないんですよ。はいはい。六角形と五角形の組み合わせなんですね。あれは中の中で入ってこう登ったり降りたりして遊ぶと。へえ。これがね、それの同じ構造のプラネタリウム版みたいな感じ。そうそう、あの電波塔なんですけど、やっぱり五角形と六角形組み合わせてね、柱がないんですね。これ失礼ですけど、おいくつぐらいの時から始められたんですか、これ。50ぐらいかな。へえ。20年ぐらい。すごいな。最高、あのなんかね、なんか車庫の裏みたいなのがついてるんで、やっぱこうやったら進むんですよ。すごい。飛んだ UFO ですね。飛んだ UFO。で、これはこれを作るときの途中ですね。おお。これが飛んだ UFO。これは大きな自転車作ったんです。三輪車をね。ええ。木製三輪車を。はい。うちのスタジオ、僕のこれ仕事ですからね。へぇー。ヨガとダンスをやってる。あ、そうなんですか。で、これは発表会。はい。すごいな、スポンサーがついてる。これは、飛んだんですよね。え？ロケットがですか？そうなんです。これ作ったんだけど、風で。あ、風で飛んだんですね。これも風で飛んだんです。これ刺さってますね。え、本当に刺さっちゃってますね。で、それがまた飛んだんですよ。これ本当はこう丸くしたかったんですよね。はい。なんか、ま、だけど、風が強いからこう、とんぐらがしたんですけど。はぁ。開けるとね、蜂が入るよね。これすげえな。足掛け20年やってるんだってさ。